巨人 FA 先発補強は3年連続凍結へ、オリックス山崎幸、日本ハム加藤宝候補へが、巨人側は、今は日本人の先発を FA で獲得した場合、最低でも4年契約が必要になる。その分のイニングを伸びしろのある若手に与えた方がいい、前室の関係者と消極的な姿勢だ。そうやの？巨人も変わったな。とか言いながら取るんやろ。とか昔も言ってたけど取ってたけどな。した交渉であまり良い感触がなかったから、金や年数を積まないとダメそうだったから撤退の流れかな？巨人っていつも中継ぎ育てるの下手よな。先発は出てくるけど本人任せ感あるし。松井勇気に絞ってくれ。松井が守護神なら安定する。7、8回に船場様、中川、大勢、バルドナード、菊池氏代わりでいける。デイブ頼むで。松井勇気が宣言したら、そこに絞るってことやな。所沢出身の山崎幸也 C ランク巨人が来ないならセーブもあるのか？打てるから山崎欲しいけどな、補強ポイントは後ろだから菅の後ろに回せばええやん。もう向こう3年くらい優勝する気ないんかな。中継ぎもできるし現状の先発じゃきついから山崎幸也は取りに行ってほしいな。育成と補強両輪でやらなきゃきついよ。まだわからんけど幸也欲しかったな。9人目の野手としても個人的には評価高いし、横川も井上もパッとせんからな。梶谷と井上に裏切られたもんな。FA デイも引きまくってたからわからんでもない。先発はってことね、リリーフは絶対取れよ。本拠地移転に向けてあんまり金使えないんやろ。築地にボールパーク構想があるとか噂聞いたけど所詮眉唾情報やろか？新球場建てるのに金がいるからね、しょうがないね。シンプルに本拠地移転で金ないだけだろこれ。岡本のポスティング容認しちゃえばいいのに。お金なくなってるのかな？もうお金がないから仕方がない。昨年のようにドラフトを頑張るしかないやろ。金がなくて補強できないのきついな。